これはクリアできそうだぞ。オッケー。多分ね、次のところで絶対撃たなきゃいけないような気がする。あ、でも撃つとこ出てこないね。あ、でもそこでなんか足が止まってる。あ、遅いんだな。あ、わかった、マリさん、はい、これスライドボタンあるじゃないですか、はい、あそこ多分スライドしていかないと時間かかるかダメなんじゃない。さっき下くぐってたとこあったじゃん。はい、あそこ多分スライドですよ。そこはスライド。はい、ダッシュ中に L1。 マリさん違うとこ行ってる。マリさん、あ、ごめんなさいごめんなさい、今ね、今ダッシュ中にとかって読んでたら、すみません、はい、あ、どうしよう。頑張れ、もういいよ、ここまで来たらもうしょうがない。今日これだけで終わるんじゃないですか、またね。これもう1時間ぐらいやってんじゃない、今週これだけで終わるんじゃないですか。でも今週はちょっと他のとこもクリアしたいから頑張んないと。何やってんのよ、マリは。9月中に終わらせたいから頑張って。お願いします。はい、待ってて、ね、終わるかな。そうだ、スライドだ、あそこは。 OK、 はい、I got you。はい、あっちゅー、普通に丸押したら行くけどな。なんでマリさんとか死んだんだろう。なんで、マリさんスライドね、 L1 を走りながら。はい、え、 OK、 ここさっきのとこ、そう、サイドした。はい、オッケー、頑張って。オッケー、いいよいいよ。いや、私ちょっともうできる自信がない。みんな本当クリアできてんのかな。できてるでしょ。どうしよう、誰かバイオ持ってる人いないかな。いや、マリさんができなかったら、あの、ロボットとやりますわ、じゃあ、ここだけ。あ、そっか。そしたらマリさん雑談してりゃいいでしょ。それやる。でも100円さん、100円さん、私もう全く自信ないです、もう。いや、だからロボットとかやればいいじゃないですか。はい、やってください。もうじゃあこれ死んだらやめましょうか。はい、これで最後に死んだらもう。いやー、ほんとに、あ、okay. あー、もうダメだ。もうほんとにすいません、皆さん。あ、間違えた、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。じゃあもうその間にどうぞコメントも読み続けてください。やっとくんで。はいはい、すいません。あれ、今なんかちょっと今なんか落ちてたとこが見えたんですけど、気のせいですね。気のせいですよ、見えてないです、何も。生きる勇気がありますか、読みましたよね。深夜7277443さん、続き楽しみです。もうその続き楽しみなのがこんなひどい結果になって本当申し訳ないです。コンティニューでいいか。レインゼッツアイさん、マリさんの声癒される、ありがとうございます。スノーキャンディーさん、マリさん声かわいい、ありがとうございます。一郎8010さん、お疲れ様です。残りのチャプターも頑張ってください、応援してます。応援していただいてるのに申し訳ない。ファー200211さん、100円さん、マリさんお疲れ様です。残りのキャラクターも頑張ってくださいね。はい、9月中までに頑張りたいと思います。ネタバレにはならないと思いますが、メニューのスペシャルズのカツシーンとか見たら時系列とかも復習できて面白いですよ。はい、やってみます。パンパクンさん、マリさんと100円さんはどういう関係ですか。あと実際に会ったことはあるんですか。マリさんと100円さんはどういう関係でもありません。実際に会ったこともありません。パンパクンさん、今度発売される COD とバトルフィールド
マリさんと百円さんはどちらを買いますか、あと PS4 ですか、それとも PS3 ですか。今度発売される COD ってゴーストのことですかね。ゴーストは私は XBOX で買う予定です。でバトルフィールドも欲しいと思ってるんですが、そっちも XBOX です。100円さんは買いますか。あ、買います買います。 PS3 ですよね。あ、PS4 か。もう PS4 で出るんですよね。両方買いますよ。両方買うそうです。はい、じゃあ次、FRKIIGUVKY2163 初めて投稿してみました。毎回楽しく拝見させていただくてますお疲れ様です。噛んで貼るありがとうございます。空25SK さん、マリさんの声に癒されます。惚れちゃいました。ありがとうございます。坂の上さん、マリさんの声可愛すぎです。やばいです。バイオ怖いですけどいや、バイオ怖くなくなってると思うんですけど。岩田さん、エイダ2人プレイはアップデートでできるようになります。はあ、わかりました。アップデートしたからじゃあできるのかな。一人はエージェントになります。ガンダム GN ドライブさん、マリさん声可愛いです。どうして、なんかみんなすごい褒めてくださってありがとうございます。星光平さん、頑張れ。今日頑張れなかったです、ごめんなさい。アルト467070さん、お疲れ様です。ありがとうございます。私は疲れてないんですけど、100円さんが疲れています。心0303心さん、エイダプレイは基本エージェントは援護ですよね。フラップはきつ、エイダじゃなきゃ解けないですしね。青木健一さん、お疲れ様です。マリさん頑張ってください。頑張れなかったです、すいません。ユージさん、ユージ達口さん、とても面白いです、頑張ってください。早く続きが見たいです。今続きを撮ってるんですけど、めっちゃすいません、ダメです。書き方3163、お疲れ様でした。次回も楽しみです。はい、頑張ります。でも今頑張ってません。ラバー I Q ハーツ、作業中に連続で流してました。声を聞くだけで楽しそうな雰囲気が伝わってきましたよ。今年も夏風が流行っています。お体に気をつけて途切れることなく最後まで続けてください。お疲れ様でした。ありがとうございます。優しいコメントなんですが、ちょっと私は途切れてしまいました。ごめんなさい。それであとこれが43回の分で全部読み終わったんですけど、いいが、次のやつも全部読むんですか。ダメ。じゃあ次はちゃんと返事しますよマリさん、雑談にならないからもうコメント紹介いいんじゃないですかちょっとその全部読むの自分びっくりしてたんですけどそれはマリさんのチャンネルで多分ご自分でコメント返信の動画作られたみたいな。やだ、作れないんです動画。だってそこに書いてない人多分つまんないと思いますよ、聞いてたら。本当ごめんなさい。終わっちゃったって来てますよ、ヤクザ5の方に。終わっちゃった、終わっちゃったっていうコメントが来てますよ。何ですか。さっきの Twitch の生放送の方のコメントに、ね、終わっちゃったって来てますよ。あとじゃあ Twitter の方を質問なんか来てます。でも100円さん読めないんですよね今。ちょっと待って、今それどころじゃない頑張ってくださいね。私の方には質問来てないですね、ツイッターの方で。今日は学園さんのとこ見てみよう、見れるから。あ、やばいやばいやばい。でも雑談って雑談どうするの。終わりました。これマリさん無理だったわ多分。そうですか。これは。これ無理だよ。Twitch だと重いのかプチプチ切れちゃう。100円さんが独り言喋って怪しい人みたい。
ああ、ツイッターの方見てんすか。ちょっと待って、これ一人で倒していいのかな。次に、セーブっていうところまでは、あのコンティニューでもほらまたやり直しになるよ多分。チャプターじゃないもんだけど、多分こいつ倒すまでが1チャプターだと思いますよ。あ、そうなんですか。こいつはしょうがないな、これはむずい、タイミングのゲームはね。あー、でもこれクリアできなかったらどうなるんですか。ここでストップするってことですか、普通の人は。いやだから協力プレイじゃなかったら多分いけたと思いますよ。あ、そうなんですか。ロボットだったら確実に行ってくれるじゃないですか。へー、合わせるのが多分難しいんだと思います、タイミング。あー、なるほど。ちょっと待ってね、翻訳します。はい、通訳か。ピアーズ、大丈夫か。もっといいコンディションの時もありました。大丈夫。これ入って多分チャプターあかんじゃないかな。そうなんですか。多分。オッケー。ごめんなさい本当に。大丈夫ですよ。しょうがないですよ自分も。わあ、ほらほら来てきた。オッケー、じゃあここからマリさんを連れてくるか。どうやって出すんだっけ。あれ、あ、ここか。オッケー、じゃあまあもういっか。コメントも全部読んだんですよね、とりあえず。はい、読みました。読んで、名前がこうマリさんに読んでもらえた方ラッキーということで。でもなんかちょっと読み方が間違ってるかもしれない。え、何がですか。なんか難しい読み方。あ、読み方。はい、まあ人それぞれやり方あるからいいんじゃない別に。ちょっと待って、じゃあ次行こうかな、自分が質問。りょうさん、ゲームとかには関係ないですが、ドラゴンボールって日本とかアメリカだとストーリーが違うと聞いたのですが本当ですか。あと100円さんのインバイトが来ないです。今送ってます。ちょっと待って、マリさん早いよ。ちょっと待って、はい、うずうずしてんしょ、やりたくて。そうなんですよ、もうこうちょっといいとこ見せないと。はいはい、また100円さんのオスオラ100円が聞きたいです。懐かしいな。オスオラ100円。これマリさん知ってる？日本とアメリカドラゴンボール違うの。あ、知らないです。自分見たことないんですけど、確か、はい、あのあれフルチンのシーンとか出てくるんじゃないですか、悟空が。私あんまり見てないからわかんないです。あ、そう。あ、まあ、はい、悟空がその子供の時ですよ。はい、そういうシーンって確かパンツ履いてたような気がするかな。パンツ履いてなかったかな。あ、とにかくそういうそのなんか出さないんですよね、そういうのアメリカって。子供のとかでも。ああ、あれ、え、シャッケンさん、あ、ごめん、なんでこうなんだろう。あれチャプター4かも、もしかしたら。え、チャプター 4？ これチャプター5でしょ。ごめんなさい、そのなんかチャプターの中にまたちっこいチャプターみたいのがあるんですよ。あ、選んだの間違えたかもしれない。ちょっと待ってね。はい、意味が分かんないな。まあそうですね、それが答えですね。で、オスオラ100円もう言ってるんだけどね、読んでる時点で。これは今やっちゃうと意味がなくなっちゃうんで、今度キネクトのゲームまたやりますから、その時じゃあオスオラ100円いきましょうかね。
まあでもドラゴンボールやらないですけどね。これかな。キネクトですか。ついに箱ですか。まあ箱を持ってますからね。まあオンラインはやらないですけど。かたくなに断り続けてますけどね。でもマリさん散々友達いるからいいでしょう、うん、またそれ言うね。だってこれ来てますもん、質問が。はい、あれなんだっけ、何ですか。ちょっと待って、なんか超グダってんな今日。いや、ちょっと今日こそは100円さん編集してもらった方がいいかも。いやー、わかんない、考えておきます。じゃあ次の質問、うん、タカさんから。マリさんは箱のフレンドをどうやって作ったのか聞いてほしいですって来てますよ。まあ、もともと例えば Wii であのフレンドだった人の勧めで箱買って、だからその時のWii でのフレンドが、まあ、何人かこうゴーストリー XBOX のフレンドにもなったわけじゃないですか。なるほど。であとそうオンラインのゲームをしていくようになって、あ、来た、あ、あ、やっと来た。ここです、ここです。そのオンライン上であの知り合う友達とかが増えて、でさらにその紹介とかで、だからオンラインでですよね。おお、あ、なにこのカニみたいな。あ、カニじゃないの。あ、さっきの人、さっきの人です。時間がないです。隊長行きましょう。また